モデナは1991年に F1 に参戦していたレーシングチームである。本拠地はイタリアにあった。ランボやランボルギーニモデナ・ランボとも呼ばれる。F1 計画の原点はメキシコ発の F1 チーム参戦を計画したメキシコ人実業家フェルナンド・ゴンザレス・ルナのグラスチームにランボルギーニ社が 全面協力してチームの F1 参戦を支援するというもので実際に1991年の F1 世界選手権へのエントリーも完了し参戦のための新マシン291のシェイクダウンテストも済んだ1990年7月中心人物のルナがチーム資金を持ち逃げし失踪するという事態が発生するランボルギーニは F1 レギュレーションにある正式エントリー完了後のレース欠場による多額の罰金を避けるため、イタリア人資産家、カルロ・パトルッコと組んで、チーム本拠、イタリア・モデナへと移設。1991シーズン開幕直前には、日本の土井産業が資本参加し、セントラルパークブランドでメインスポンサーを務めることも決定し、F1 実践へと突入した。 マシンはマウロ・フォルギエリがすでに設計を済ませていたシャシー2 9 1に V 型12気筒エンジンを搭載。シェイクダウンテストはマウロ・バルディが担当し、開幕前合同テストでは若手のマルコア・アピチェラがテスト走行をしたが、レースドライバーはイタリアの有望株とされ F13004 年目となるニコラ・ラリーニと 前年の国際 F3000 選手権で三勝を上げる活躍を見せたエリック・バンデ・ポールに決定した曲線的に斜めになったサイドポンツーンが特徴的なマシーンで開幕戦のアメリカグランプリではラリーニが入賞一歩手前の7位で完走第3戦サンマ割のグランプリでは雨天の混乱も味方しファイナルラップまでバンデ・ポールが5位を走行するシーンがあり ラリーニの最高位7位が危機後半戦は予備予選の対象から外れた。しかし、シーズンを通してチーム成績は低調で、わずか2ヶ月でチームを去ったフォルギエリに代わって、ナイジェル・コパースウエイトがウィングを変更。最終的には特徴的なサイドポンツーンを廃止したデザインのマシンを投入したが、決勝レースに出たのは2人合わせて6回。 バンデポールに至っては前述の3マリの GP のみという結果で、このシーズン限りでチームは F1 から撤退した。ありがとうございます。